全体的にね味をなじませる感じでさささっと混ぜ合わせておいてください。皆さんこんにちは、ジャッキーです。はい、今回はですねさっぱり爽やかな鶏もも肉と厚揚げを使った梅おろし煮込みの作り方です。ちゃちゃっと煮込むだけでめちゃくちゃ美味しいボリューム感があるねご飯が進んじゃうおかず完成するんで、マジ一回作ってみてください。そして今回はちょこっとひと手間かけることでさらに食欲を刺激する、そんなコツを紹介しながら作りましたんで、ぜひ最後まで見てください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。鶏もも肉1枚、厚揚げ1パック、大根おろし、これだいたい大さじで山盛り3杯ぐらい、大葉が3枚と梅干し1つ。はい、こちら味付けの調味料はポン酢 50cc、 お酒 50cc、 お砂糖大さじ1杯。材料は以上です。まずこちら鶏もも肉の下処理から行います。こういうね余分な筋や皮の飛び出たとこや黄色い油、丁寧に取り除いてください。はいよー、余分な筋や油なんかを取り除いていただきましたら、ちょっとコロコロっとしたね食べやすい大きさに切り分けてください。まあこれはね適当で OK、 こんなもんかな。はい、コロッとした状態、はい、これぐらいですね。すべて切り分けます。はい、お次は厚揚げ、これね熱湯をささっとね表面に回しかけて油抜きした状態です。そうするとねさっぱり食べれますんで。はい、そしたらこちらこいつもね食べやすい大きさにコロッと切り分けてください。はい、こんなもんですね。まあ油抜きしなくても作れるんですが、熱湯ぶっかけてね余分な油抜いとく方が本当美味しく仕上がりますんで、時間があればやってみてください。はい、大葉ちゃん、これはもう適当にザクザクっと切っといてください。仕上げにね混ぜ込むだけなんで、はい、全体的に混ざりやすいようにちょっと細かく、はい、こんなもんで OK です。はい、お次は梅干しね。これ種を取っていただいて、はい、梅干し。もうこの種はいりません。はい、こいつ包丁でね、ポンポンポーンと叩き潰しておいてください。ある程度な、滑らかに細かくなってれば OK。はい、こんなもんでいいかな。はい、これ。はい、フライパンに油を薄くひいたら、中火でしっかりと温めてください。はい、そこに鶏もも肉入れる。はい、こちらね、表面を焼くようにしながらね、香ばしい焼き色をまずはつけてください。全体的にちょっと広げて、あまり動かさないようにしながら表面を焼いて、いい感じの焼き色をつける。これポイントです。はい、こんな感じですね。表面全体的に、こう、裏表、焼き色がついたら、火力を弱火に変えてください。そこへ厚揚げを入れます。そして、この鶏肉から、にじみ出た美味しさを絡めるように、さーっとね、炒め合わせてください。まあ、30秒から1分ぐらいで OK です。この鶏肉の美味しさを厚揚げに絡める。はい、いい感じに馴染んだところへポン酢、お酒、お砂糖、梅干し、はい、大根おろし、はい、ここね火力強いと一気に煮詰まっちゃうんで弱火でいってください。そしたら全体的に絡めるようにさささっと混ぜ合わせる。こんな感じでね、調味料や大根おろしが馴染んだら OK。 この状態で蓋をします。火力弱火のまんまです。あとはね、コトコトと約5分弱火で煮くん、あとはね、弱火でコトコトとあと5分ね、煮込んでください。はい、だいたい2、3分経ったところで、全体的にね、味をなじませる感じで、さささっと混ぜ合わせてください。はい、しっかりと5分ほどかけて、蒸し煮にしてください。もうそうするとね、鶏肉もジューシーで、美味しさの広がる、梅おろし煮込み完成するんでね、じっくりやっちゃって。あいよー、5分ほどしっかりね蒸し煮にしたら OK。 火を止めてください。最後仕上げ、ここへ刻んどいた大葉パラパラーっと入れて、はい、さささっと混ぜ合わせる。たったこれだけ。もうこれがね鶏の美味しさが広がり、厚揚げもふわっとでマジで美味しい。じゃあ盛り付けて食べちゃいましょう。はい、完成。鶏もも肉と厚揚げの梅おろし煮込み、それではキューブアップをいただきます。
うまい。もう鶏肉も柔らかくてジューシー。ちょっと厚揚げよ。最高や。ほんとふわふわで、鶏の味を吸収してね、食べ応え抜群。やっぱ鶏もも肉や厚揚げってね、やっぱり鶏もも肉や厚揚げって比較的ね、お値段も安いですし、見てくださいよこれ。結構なボリュームがあるんで、ご飯のおかずに抜群。しかもね、さっぱり爽やかなね、もう代表格と言っても過言じゃないでしょうか。梅干しや大葉、ポン酢、これをいい感じのバランスで合わせてるんで、めちゃくちゃ食べやすい。これからどんどん暑くなってくるんでね、そういう日にもおすすめです。うまっ。そしてね、今回のポイントは鶏肉の表面を香ばしく焼いてから煮込んでることですね。この香ばしさっていうのは美味しさを感じさせてくれる一つなんで、焼き焦がしてから煮込んでみてください。もちろん厚揚げも焼いていいんですが、今回ちょっとね手間がかかるんで鶏肉だけにしましたけど、ちょっと焼き焦がすってマジ最高なのよ。うますぎ。